木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。2位を蹴り上げます。掴んだ、ヘッドを打ってまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。掴みます、ガードします。走り込んだのエルボー、カバーの体勢、肩が上がります。バックに回った、打たせません。掴んだ、エルボーをかち上げます。掴みます、ハンマーが襲ってまいります。行くのか。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね。まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。逆に振り返して切り返し、素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。組み合います。ゼロワン外国人部隊にとってはもはや欠かせない存在であります。個性豊かなこのマットで実力を遺憾なく発揮、その存在はゼロワン日本陣営の悩みの種でもあります。エルボー、掴みます、キックで返します。組みに行きます、リング下に落とします、リング下に降ります、バックに回ります、外してまいります。キックを打っていきます。行くのか。お気をつけください。あっと、キャッチした。テイクダウンを奪います、起こします、リング内に戻ります、リング内に戻ります。掴んだ、逆に返します。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ、こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。組みに行きます、対角線に飛ばした、カウンターで切り返してまいります。腕を回します。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。おっと、逆に捉えた、させません。チョップがうなってまいります。ロックアップ、両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね、組み合います、場外に落とします、リング下に降ります、バックを取ります、あっと返します、スタンディングを取らせます、強烈ジャンピングキック、ストンピング、蹴りつけてまいります、起こしてまい、円錐蹴り、リングに戻ります、リングに戻ります、腕を回した、打たせない、いけるか、対角線に飛ばした、あっ逆にパンチ、リングに戻ります、顔面蹴り上げる、ストッピング強烈、カバーの体勢、もうここまで来ると作戦とかじゃないですね、出たとこ勝負ですよ、コーナーに振った、あっと筋肉バスターか、引き起こす、あと耐えた、フロントキック、
分経過。天ミリッ強烈でしたよ。骨が岸も落とすな。聞こえてまいります。ピッコルヒカーさせません。膝へのドロップキック、フロントに捉えた。あっと返した。あっと経過キック、エルボー起こした。あっとシャイニングウィザード、あっとうまく切り返した。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。場外に移行した。小脇に抱えた。ハンマーパンチ強烈、そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。リングに戻ります。あっと逆に捉えた。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。ロープに振った。逆に返した。担ぎ上げるのか。ストマックを狙っていく。立たせていく。バックを取って、バーッとエルボー、組み合った。場外に落とした。場外に降りる。リキラリアット投げ倒し。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。キック、ガードした。起こした。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。バックに回ってスリーパー。リングに戻ります。リングに戻ります。ブロックした。掴んだ。させません。腕をフックした。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。15分経過。倒していった。ガジェット組み合った。ロープに振って、膝にピンポイント集中砲火。気合を入れた。引き起こす。エルボーを入れていく。オクラファーストピートで叩きつけ、奥歯を噛みしめた。パワーボム。おっとそのまま STF。 ここでロープブレイク。サイドを取った。ストバックに突き刺さった。エビに固める。トゥーカウント。まだ足りません。喧嘩キック、組み合った。ロープに飛ばした。フロントからのスープレックス。一気に料理するのか。腰に手を回、ボディシザースとスリーパーで締め上げる。ここで抜いた。